かわいい子犬ボーダーコリーの面白いお話。ある日、山の中で一匹のボーダーコリーの子犬が生まれました。母犬が一生懸命育てたこの子犬は、とても可愛くて元気いっぱいでした。ある日、子犬は山から降りて村の中を歩いていると、一人の少年に出会いました。少年は子犬に興味を持ち、そのまま子犬を家に連れて帰りました。子犬は少年の家で、たくさんの美味しいものを食べ、たくさんの遊びをして、毎日が楽しく過ぎていきました。子犬は少年のことが大好きになり、いつも一緒に過ごしたいと思っていました。しかし、ある日、子犬は少年と離れ離れになってしまいました。子犬は少年のことが心配で、たくさん泣きました。子犬は少年との思い出を思い出し、自分を励ましました。そして、子犬は自分の力で少年の元へ戻るために、たくさんの苦労を乗り越えました。子犬は最後には少年の元へ戻り、再び幸せな毎日を過ごすことができました。このお話は、子犬の勇気や努力、そして友情を教えてくれます。また、ボーダーコリーの可愛らしさもたくさん感じることができます。子犬は少年と再会し、以前と同じように幸せに暮らしました。毎日一緒に過ごし、お互いの存在を大切にしていました。子犬は少年からたくさんの愛情を受け、成長していきました。その後、子犬はボーダーコリーとしての素晴らしい能力を発揮し、多くの人を魅了しました。子犬の物語は、努力と勇気を持って夢を叶えることができることを教えてくれます。また、ボーダーコリーという犬種の魅力にも触れることができます。ボーダーコリーは、知的で活発であると同時に、人に対して愛情深く、信頼できる素晴らしい犬種です。